日本を狙った徴用工問題が韓国へのブーメランになりましたとさ。徴用工問題で韓国がドツボにはまっています。日本からは基本条約で解決したから韓国側で解決しろと言われ、自称徴用工からは日本からの謝罪がない限り納得しないと言われ、完全に板挟み状態になっているんです。現在の韓国経済は崩壊への道をたどっており、韓国政府としては一刻も早く日本からの支援が欲しいというのが本音。それなのに徴用工問題が片付かないせいで日本からの経済支援ももらえないという落とし穴にはまっているんです。まさに自業自得、自情自爆ですね。今回は徴用工問題の現状と韓国経済が直面している危機について見ていきましょう。まず徴用工問題についてですが、自称被害者である原告たちは日本からの謝罪がない限り妥協しないとの一点張りです。この主張に韓国政府は何もできていません。というのも現在の韓国では自称徴用工が日本に対抗するヒーローだから、慰安婦と同じように対日本の象徴として祭り上げられているんですね。それで彼らをないがしろにすると国民から政府は親日派だと糾弾されてしまうので、政府は原告の言うことを聞かないわけにはいかないんです。実際韓国のパク外相が原告の一人と面会した時には土下座で挨拶をしました。正確にはクンジョルと呼ばれる韓国で最も丁寧とされる作法で、これは鳩山元首相が銅像に土下座したのと同じものです。それほどまでに自称徴用工の社会的地位は高まっているんですね。そして祭り上げられた原告たちは暴走を始めています。原告たちは日本からの謝罪は必須だという主張を譲ろうとしません。しかも最近は日本が直接賠償金を納めなければ納得しないなんて言い出しているんです。これどういう意味かというと、韓国政府が出した案を否定しているんです。韓国政府は原告たちへの賠償金を政府予算から支払う大弁済案を検討していました。これなら日本企業の資産を現金化しなくて済むし、原告たちはお金がもらえるからいいじゃないかと考えていたんです。しかし原告たちは金だけじゃ納得できない、日本からの謝罪が絶対に必要だと言ってこの大弁済案を蹴っ飛ばしたんですね。徴用工の言うことは絶対、政府は大弁済案を取り下げました。ただ韓国政府に同情する必要はありません。大弁済とは代わりに弁償するという意味で、大弁済案を提案した議員は韓国の予算で弁償してその後に費用を日本に請求すればよいと言っているんです。間に韓国政府が入るだけで日本がお金を払うことには変わりありません。さらにこの議員は韓国では後で日本に請求すると言っておきながら、産経新聞のインタビューには韓国政府が後から費用を支払えと請求すると思うかと答えていました。もう嘘をつくのが習慣になってるんでしょうね。語るに落ちるとはこのことです。さて話を原告の主張に戻しましょう。大弁済案を拒否された韓国政府が取った行動が韓国最高裁に現金化の審査をやめろという意見書を送ることでした。日本企業資産の現金化には裁判所の手続きが必要です。そのため裁判所が手続きを停止すれば、いつまで経っても現金化ができず日本企業にも被害がないという状況になります。韓国政府は問題の先送りを狙ったんです。しかしこれにぶち切れたのが原告側でした。俺たちの了承を得ずに勝手なことをするとは何事かと逆上したんです。しかし韓国政府からしたら現金化措置なんて絶対に認めるわけにはいきません。原告側は意見書の撤回と韓国政府の謝罪を要求したんですが、政府はこれを拒否しています。さすがの韓国でも現金化をしたら日本の報復措置があるってことはわかるんでしょうね。日本からの報復措置に韓国経済は耐えられません。2022年9月現在、
韓国経済は悪化の一途をたどっています。特に深刻なのが中小企業の経営状況。2020年以降、韓国政府は新型感染症に苦しむ中小企業向けの支援策として、融資、借金の返済猶予を延長してきました。今は厳しいから、借金を返すのは後でいいよ。と、2年間にわたって借金返済を待ってあげていたんです。しかし、この措置によって、韓国では、借金を返せなくてとっくに経営破綻しているのに、返済猶予があるから倒産しない。という中小企業が大量に生まれてしまいました。このような企業を、ゾンビ企業と言います。とっくに命がないのに生きているように見える会社ってことですね。そして、この返済猶予措置は、今月9月に終了します。そうなると、大量のゾンビ企業は一斉に倒産です。バラバラに倒産するのと違って、大きな衝撃が韓国経済を襲うでしょう。また、韓国にとって大問題なのが深刻化するウォン安。9月7日には、1ドル1384ウォンを記録しました。2009年の韓国通貨危機以来、13年ぶりの低水準です。しかも、本来なら、ウォン安は輸出増加につながるんですが、韓国では、むしろ貿易赤字が拡大しています。8月の貿易赤字は95億ドルで、これは、過去最大の赤字を記録した1996年の 50% 規模です。韓国は典型的な下降貿易国家で、しかも、韓国経済は、外需に大きく依存しています。さらに、韓国が作る製品は、基本的に、低価格帯のものがほとんど。そのため、ウォン安による原材料の高騰が韓国経済を直撃したわけです。しかも、韓国では、物価の上昇が続いています。その上昇もひどいもので、2022年1月には 3.6% だった上昇率が、7月には 6.3% と急騰。加速度的に物価が上がってきているんです。そのため、韓国国内の消費も落ち込んでいます。外需もダメなら内需もダメ。ニッチもサッチもいかない状況に陥っているんです。そして、韓国に対抗手段はありません。というのも、続くウォン安の原因は、アメリカ FRB の利上げにあるからです。アメリカの政策金利が上がれば、市場金利もつられて上がります。ウォンを持っているより、ドルに変えて、アメリカで誰かに貸した方が儲かるということで、どんどんウォンが売られているんです。このような状況で、韓国が為替市場に介入しても、焼け石に水で、意味がありません。しかも、FRB のパウエル議長は、インフレ抑制のために利上げを続けると発言しています。まだまだ利上げは続くんです。つまり、ウォン安も韓国からの資本流出も、韓国経済の悪化も、まだまだ続くということです。むしろ、これからが本番と言っても過言ではありません。そんな状況だからこそ、韓国は、日本やアメリカとの通貨スワップ協定を、喉から手が出るほど欲しがっているんです。それ以外の特効薬が韓国には存在しないんですね。そして、日本の経済支援を求める以上、日本との関係を致命的に悪化させる現金化措置を、韓国政府が行うことはできません。日本は、徴用工裁判で、日本企業敗訴の判決が出た時から、現金化したら対抗措置を取ると常々言ってきました。報復措置の具体的な内容は明言されていませんが、軽いもので、韓国人へのビザ発給停止、重いものでは、韓国への金融制裁が検討されていると言います。実際、自民党外交部会の佐藤正久会長は、過去に、制裁は、金融分野が、最大の効果があると発言したことがあります。日本が段階的に報復するとは限らない。初手から金融制裁を行う可能性もあるとも語りました。日本からの金融制裁を受けたら、韓国経済は一気に崩壊してしまいます。韓国は、日本の報復措置を何よりも恐れているんです。金融制裁の中身としては、新たな貸し出しの拒否や韓国市場からの資金回収が挙げられます。実は、多くの韓国企業が、日本の金融機関からの貸し出しに依存しています。その貸し出し額は、総額で420億ドル、今のレートだと 5.8 兆円規模です。日本の銀行も、
返ってくる当てがあるから貸しているわけですが、とんでもない金額ですよね。しかし、日本側が、これからは、もう、韓国企業にドルは貸さないよ、となったら、その企業は、他の金融機関からドルを借りてくるしかなくなります。韓国企業がドルを調達するのに、日本以上に安心できる相手はいません。アメリカやヨーロッパの銀行からドルを借りようとして断られるケースも多発するでしょう。そうなったら、もう、韓国経済はめちゃくちゃになってしまいます。また、韓国市場からの資金回収が行われても、被害は甚大です。その理由は、韓国企業の株式を保有している日本企業が多数存在しているから。住友商事や NTT ドコモ、新日鉄化学などは、韓国上場企業の株式を 15% 以上保有しています。こういった企業が16社もあるんです。日本企業が韓国企業への資本金を減らしたら、韓国経済は大ダメージを受けてしまいます。金融制裁だけを見ても、これだけの被害があるんですね。金融分野以外の経済制裁も行われたら、とんでもないことになります。ちょっとでも考える頭があったら、絶対に現金化措置なんてできません。実際、ユン政権になって就任したユン独民中日大使は、現金化が行われれば、日本の報復によって、数百兆ウォン規模の損失が生じると発言しています。悪化する韓国経済の特効薬として、日本とのスワップ協定を求めている韓国政府にとって、現金化で、韓国経済が台無しになってしまえば、まさに泣きっ面に蜂です。ユン駐日大使の発言は、そんな危機感から出たものでしょう。しかし、この発言に噛みついたのが、自称、徴用工の支援団体、民族問題研究所。ユン政権は、日本の様子を伺い、屈辱的な外交を続けている。と、政府を痛烈に批判しました。これに、韓国世論は、よくぞ言ってくれた。と、喝采を送っています。韓国政府は、今、まさに、日本と徴用工の間で、板挟みになっているんです。原告の求める通り現金化をしてしまえば、日本からの金融制裁。原告の求める現金化を拒めば、反日ヒーローである原告らから、ユン政権は親日派と断罪されてしまいます。キャンドル革命、再びです。しかし、もともと、徴用工問題は、一切の根拠もないのに、日本を貶めるためだけに、韓国が持ち出したものでした。韓国は、自分たちがでっち上げた徴用工問題という落とし穴に自分からはまってしまったんです。自業自得というほかありません。しかも、現在のユン政権は、口では、日韓関係改善に努力すると言いつつも、真逆の行動をとっています。例えば、9月10日には、長崎県沖の海域を調査していた海上保安庁の測量船が、韓国海洋警察庁から調査中止を要求された事件がありました。海保の測量船が調査していたのは、日本の EEZ 内で、韓国がどうこう言う権利はありません。もちろん、日本側は、無視して海洋調査を続け、日本政府からは、韓国に対して抗議が行われました。ただ、韓国側は、根拠のない中止要求を何度も繰り返しています。8月29日も、韓国海洋警察が、海保の測量船に調査中止を要求しましたし、2021年と2020年には、合計4回も、同様の中止要求が行われました。ユン政権は、日韓関係改善に努力すると言いながら、こんなことを繰り返しているんです。韓国側が、こういった態度を改めない限り、日韓関係の改善など、叶わぬ夢でしょう。さて、それでは、最後に、今回の話題について、日本から寄せられたコメントを一部ですが、ご紹介します。嘘をつくのに罪悪感すら感じないのが韓国。その嘘で国が滅ぶんなら本望でしょ。日本しか頼れる相手がいないのに、その日本に向かって唾を吐く。困ったら、一緒に頑張ろう、日本が助けろと上から目線。本当に不思議な国。徴用工問題が解決しても、日本が経済支援する義理はないけどね。解決しても、マイナスがゼロになるだけ。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、韓国は救いようがありませんね。
国全体で徴用工問題という嘘を信じ続けた末路です。日本がやるべきことは、韓国がどんな要求をしてきても1965年の日韓基本条約で解決済みと突っぱねること、そして韓国が血迷って現金化措置を取らないよう報復措置を示唆することでしょう。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。